アンドリュー・ジェームズ・バンスライクは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州オナイダ軍ユーティカ出身の元プロ野球選手。右ト左打。1979年の MLB ドラフト1巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。1983年は、トリプル A 級で打率。368、出塁率。445、超打率。 582の高成績を上げ、6月17日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。同年は打率262.8本塁打21盗塁の成績。1984年は打率244.7本塁打に終わるが、出塁率354.28盗塁を記録する。1985年は右翼手のポジションに定着し、 打率259.13本類打、34盗塁を記録してチームの地区優勝に貢献ロサンゼルスドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率091に終わるがチームはリーグ優勝を果たすカンザスシティ・ロイヤルズとのワールドシリーズでも打率091と不審でチームも大手をかけてから3連敗を喫し3勝4敗で敗退した 1986年は打率270.13本類二21盗塁の成績だった。1987年開幕直前の4月1日にトニー・ペーニャとのトレードで他に選手と共にピッツバーグパイレーツへ移籍した。同年は6月から中堅守に転校。打率293.21本類八82打点34盗塁。 11三塁打を記録し、打撃面で飛躍する。1988年は、オールスターゲームに初選出される。打率、288.25本塁打、100打点、30盗塁、リーグトップの15三塁打の成績で、シルバースラッカー賞、ゴールドグラブ賞を初受賞。以後1992年まで5年連続して、同賞を受賞する。 1987年頃には自分がゴールドグラブ賞を取るためには3割30本100打点ぐらい打たないと無理だねと語っていた。というのも当時のナリーグのゴールドグラブ賞は殿堂入りの高打者トニー・グウィンや強打者のアンドレ・ドーソン、エリック・デービス、デール・マーフィーらが常連であったからなのだが打撃面の成長もあってか1988年から5年連続での 受賞に結びついた。また、この年と1992年には、シルバースラッガー賞を受賞している。当時のパイレーツは、左翼種がバリー・ボンズ、右翼種がボビー・ボニーヤと強打者揃いで、その真ん中にあって、高コー打と俊足を誇り、リーグ最強の外野人の声も上がった。1990年から1992年の、 チームのナリーグ東地区3連覇にも貢献するが、チームはこの間一度もワールドシリーズ出場はならなかった。1992年にリーグ最多の199アンダーを打って自己最高の打率324を記録。ボニーアは1991年限りでニューヨークメッツへ、ボンズも1992年限りでサンフランシスコジャイアンツにそれぞれフリーエージェントで、 移籍しガイアトリオも解体バンスライク自身も1993年以後は成績が下降し、1995年にはボルチモアオリオールズに移籍するが、わずか17試合に出場したのみで、フィラデルフィアフィリーズに再度移籍し、その年限りで現役を引退した。2006年より、 パイレーツ時代の監督ジムリーランドが監督を務めるデトロイトタイガースで一塁ベースコーチを務める2006年にはリーグ優勝を果たしワールドシリーズにも出場2007年のオールスターでも一塁ベースコーチを務めた2009年のシーズン終了後タイガースを退団した2014年のシーズンによりシアトルマリナーズのコーチを務めていたが2015年オフに 監督のロイド・マクレンドンらと共に解任された。息子、アンディ・バンスライク・ジュニアとスコット・バンスライクはいずれもマイナーリーガーとなっている。アンディ・ジュニアはカージナルスのマイナー組織でプレー。スコットは2012年にロサンゼルス・ドジャースでメジャー昇格し、親子メジャーリーガーとなった。ありがとうございます。